2016年1月8日、韓国聯合ニュースによると、韓国自動車メーカーの現代自動車の国内シェアが、昨年初めて 40% を下回り、過去最低を記録したことが分かった。傘下のキア自動車と合計したシェアも 70% に届かず、やはり過去最低となった。業界によると、現代自動車の昨年の国内シェアは 39.0% で、一昨年から 2.3 ポイント下落した。2000年代に入り、09年まで、おおむね 48-49% 台の高いシェアを維持してきた同社だけに、40% を割り込む数値は、業界でも衝撃をもって受け止められている。また、現代、キア社合計のシェアは 67.7% で、一昨年に続き最低記録を更新した。両社のシェアが低下した理由は、ドイツ社が韓国で急速に増加していることや、国内メーカーが海外での生産車を輸入販売していることがある。昨年の韓国での輸入車販売は24万3900台に上り、前年より 24.2% 増えた。これについて、韓国のネットユーザーからはコメントが寄せられている。当然の結果、墓穴を掘っただけだよ。雨漏り騒動もあったし、未だに 40% 近くシェアを保っていることの方が不思議。昔、ご先祖様は言ったものです。自業自得。新車よりも値段を何とかしてくれ。このまま言ったら、シェアは 10% くらいに落ちるんじゃない？外国車は丈夫だし、僕らも生きていかなきゃいけないし。10% 台半ばくらいになれば、頑張るんじゃないかな。今の半額くらいがいい。